さあ年が明けて何回か放送してきましたが、さゆきちゃん今年初めてですよね、はい、そうなんです。今年もよろしくお願いします、はい、みんなあのフリップ出して、はい、新年の抱負をもう視聴者の皆さんにお伝えしたんですけれども、はい、さゆきちゃんお願いします。書いてきましたよ。私も干支にちなんでこちら寒牛十頭。これはですね、本をたくさん持ってるっていう意味なんですけど、まあ、たくさん本を読んで勉強してちょっと今年は知性を磨きたいなと思っております。やっぱ佐伯ちゃんっていうと筋肉のイメージありますけどね、はい、うん、そうですね、まあ、体だけじゃなくて頭も鍛えてリポートに生かしたいと思います。はい、さあそして今日も後半に素敵なプレゼントのお知らせがあります。ぜひ最後まで見てください。最初のコーナーはさゆきちゃん。はい、皆さんお正月お着物着たりしました？あー今年は着なかったですね。なるほど、まあ、1年に1度くらいはと思ってもなかなかちょっとねハードルが高いって思いがちなんですが、うん、実は気楽にカジュアルに、楽しめるものもあるんです。で実は埼玉県はその着物の名産地だったんです。うん、私知ってます。名泉ですよね。お、さすがです。うん、その名泉の五大産地と呼ばれていた場所の一つが秩父なんです。名泉は比較的価格も安く若い女性がおしゃれを楽しむ普段着の絹織物として日本の女性がファッションに目覚めるきっかけになったとも言われてるんですよ。そうなんですね、うん、知らなかったな。これはなんか庶民の皆さんの普段着ってことなんですね。うん、はい、そしてそんな名泉について県立歴史と民俗の博物館では1月2日から特別展を開催する予定でした。緊急事態宣言のため現在は休館中なんですが、今回特別に見せていただいた数々の名泉を皆さんにもご覧いただきたいと思います。さらに秩父に行って現代の名泉も見てきました。 VTR ご覧ください。1月2日から開催予定だった特別展名泉、緊急事態宣言によりここ県立歴史と民俗の博物館は現在休館中です。今回特別に入館させていただきました。大正昭和にかけて当時の若い女性たちが夢中になった多彩な色柄の名泉を見ることができる特別展名泉、学芸員の後藤さんに案内していただきました。今回の展覧会はですね、秩父市にお住まいの木村和江さんという方のコレクションが元になって、はい、企画されたものです。秩父の歴史を語る上で名泉という存在が非常に重要であるということをすごく関心を持ってらっしゃって収集された方なんですけれども、はい、そのうちおよそ600点を2018年に当館にご寄贈いただきまして、そのコレクションを中心に名泉の歴史を語る展覧会となっております。2018年に木村さんから博物館へ600点ほど寄贈いただいた中から今回の特別展では前期後期合わせておよそ100点の着物を展示しています。展示の中から後藤さんおすすめの名泉を何点かご紹介いただきました。人枝玉虫地梅模様名泉というお着物です。はい、割とシンプルなデザインになってるんですけれど、待って、これシンプルなんですか？そうですね、はい、実はこのお着物ちょっとした秘密がございまして。何？横糸に水色の糸を使って、縦糸に桃色の糸を使っているんですね。縦糸と横糸の色を全然違うものにしてます、はいはい、そうすることによってお召しになった時に動かれるので、その動きとですね立体感によって見る角度光のこう違いによってですね色合いがすごく玉虫色に変化するという効果を持つというふうに言われています。その光加減で見え方が変わるっていうことですか？そうです、そうです。この玉虫の効果を持つ置物は秩父で盛んに生産されていたというふうに言われています。この玉虫効果は後で体験しますよ。さっきは梅の柄でしたけど、これは何のお花だろう？なんかこう、アジサイとかですか？これは実はパイナップルの柄の名泉なんです。パイナップル？
ップル、ちょっと色がですね、イメージがパイナップルのイメージとは違う色合いになっているので、はいはい、よく見てるとパイナップルですね。メイセン割とそういう他にもですね、テニスラケット柄ですとか、はい、ヨット柄とか、ちょっとお着物のイメージにはない模様が入ってくることがございます。すごいポップなんですね。そうですね、ちょっともう今の方の感覚から見ても、あ、可愛いなって思っちゃうような柄ですね。取り入れられた背景にはこう西洋の文化への憧れとか、そういったものがあったのではないかという指摘も一時あります。わあ、これよく見たらラケットなんですね。可愛い。こちらはですね、曲線模様の上にデザイン化された、実はバラの模様が散らされているデザインになっています。バラだったんだ。はい、バラなんです。アールデコの雰囲気が感じられる名線だというふうに言われています。アールデコ、聞いたことあるぞ。はい、こう単純化されたこう幾何学的な、はい、模様を思わせる雰囲気持ってますね。今の私からしたら逆に新しいというか。そうです ね、はい、ちょっと今の方も着てみたいなって思ってしまうようなデザインだと思います。うんうん、本当そうですね。着れたりするんですか？ぜひそしたら、秩父に行ってみてください。はい、まだ秩父織本さんも残ってらっしゃいますし、あのレンタルをあのしてくれるお店もございますので、ぜひ。そうなんだ、はい、じゃあ着てきます。はい、ぜひぜひ。はい、ということで秩父へ。群馬の伊勢崎、桐生、栃木の足利、東京の八王子、そして秩父が名泉の五大産地と言われていましたが、秩父には今も織元があり生産が行われています。秩父名泉は2013年に国の伝統的工芸品にも指定されています。さあ皆さん、秩父神社ありますよ。そう、ここ秩父にやってまいりました。どこで秩父銘仙着れるんでしょうか。秩父ふるさと館というのがありますよ。なんかレンタル屋さんとかありそうじゃないですか。ほら見て、レンタル銘仙いろは鳥。あの、こちらで秩父銘仙を着ることはできますか。はい、お好きな柄選んでいただいて着ていただけますよ。やったレンタル銘仙のお店いろは鳥では、アンティークの銘仙をはじめとして100着以上の中から好きな着物を選ぶことができるんです。着付けもしてくれますので手ぶらで着ても大丈夫。うちのラクがですね、秩父銘仙って言って秩父でもともと作っていたお着物になります。秩父銘仙これを求めてたんですよ。手触りがすごい絹なので、こう肌に馴染む感じがしますね。どれもいいな。私青好きなんですよ。気に入りました。はい、実はこれ私が作った銘仙なんですよ。4年前に秩父市の地域おこし協力隊銘仙 PR 担当として都内から引っ越してきた関川さん、銘仙の職人になりたくて秩父に来たそうです。任期終了後は織元として創業、織った銘仙を自身が経営するこちらの店舗で貸し出しています。じゃーん、どうですか。似合ってる。かわいい。色はいいですね。え、孫にも衣装、最近にも衣装ですよ。いや、これ着てみた感じ、お着物なんですけどすごい軽くて、何よりこの手触りすっごいサラサラなんですね。関川さん、はい、よくお似合いですね。 ありがとうございます。服なら色味を合わせてピンクと水色。お、この香りなんていかがでしょう。いいじゃないですか、それにしましょう。それにしますか。はい、はい、じゃあこれで完成です。はい、ありがとうございます。どうですか。これがあのちょっとこう光の加減によって、はい、見え方が変わる玉虫効果。あ、わかります。はい、すごいやっぱ綺麗ですね。ね、キラキラして綺麗ですよね。なんかこれを着てみたら、うん、もっともっと秩父銘仙のことを知りたくなっちゃいました。じゃあちょうどいい場所があります。秩父にですね、秩父銘仙館というところがあって、はい、秩父銘仙のその歴史とか作り方とを紹介しているので、もしよければそちらにも行ってみてください。これで行っていいんですか。はい、どうぞどうぞ。おー、嬉しい。はい、じゃあ早速行ってきます。はい、楽しんできてください。ありがとうございます。はい、いらっしゃい。そんなわけで銘仙を着たまま秩父銘仙館へ。
秩父銘仙などに関する貴重な資料を収集、保管、展示、また伝統的技術を継承することも目的としています。1930年建造の旧埼玉県秩父工業試験場を利用した昭和初期の特徴的な面影が漂う建物は2001年に国の登録有形文化財に。毎月第2、第3、第4土曜日には秩父銘仙を作る技術を習得する秩父銘仙後継者育成講座も開催されています。こんにちは。こんにちは。銘仙に来てきてくださったんですね。よろしくお願いします。はい、教えてください。お願いします。秩父銘仙館でご案内いただくのは地域おこし協力隊の岩野さん、いろは鳥関川さんの後任にあたります。銘仙が大好きで織元が今でも秩父に残ることに魅力を感じて地域おこし協力隊になったそうです。秩父銘仙の技術習得や伝承、魅力の発信などに取り組んでいます。銘仙の定義は絹の織物で先染めの平織物です。はい、縦糸だけに型染めをして模様をつけてます。うん、横糸は一色で織っていくんですね。縦糸は白で横糸は黒だとすると、うん、あの目に入る色が角度によって違うのでそれが玉虫効果って言われてます。佐伯さんの着てる羽織も玉虫効果出てますよ。そうなんですよ。はい、これもやっぱ角度によって違うんですよ。はい、でもやっぱりこういうのってたくさん作るっていうことが難しいんじゃないですか。今となってはそう感じるんですけど、はい、当時としてはこう型染めで大量に柄ができていくっていうのはすごい画期的な発明で、はい、あの特許も取られています。庶民に初めてあの出回ったおしゃれ着、大量生産ができた初めての着物です。あの自由な色柄、その時々の流行りをすぐに銘仙は取り入れて柄を作ったりするんですよ。で、気取らなさ、はい、軽やかさ、すごい銘仙の私はもう単純にファンで、会社辞めて、はい、秩父来て銘仙今作ろうとしてます。そうですよね、すごい情熱感じますもん。辞めちゃってしまいました。ということで秩父銘仙後継者育成講座の生徒さんで素敵なデザインを追ってる方がいましたよ。何だと思いますか。実はペンギンなんです。昭和30年頃の南極ブームの時に作られたデザインをそのまま使ってるそうです。これを織ろうと思った理由は何なんですか。で、原画があったんですけど、はい、それも実際布にはなってなかったんですけど、あの私たちの先輩がそれを型に起こそうということで型に起こして復刻しましたので、はい、その柄があったのでそれを利用しました。当時の影響をいち早く取り入れていたデザイン、今でもおしゃれですよね。そして岩野さんもこんな素敵な秩父銘仙に挑戦しています。今これはどういった柄を織ってるんですか。これは私が一応デザインして型を彫った柄で、うん、あの秩父の果物です。すごい。でも本当お着物には珍しい柄ですよね。やっぱり自由な色柄っていうのは銘仙の最大の魅力なので。じゃあ例えば、うん、筋肉の柄があっても、もちろんです。おマッスル銘仙で。マッスル銘仙、すごい、許されるんだ。全然許されます。今後この銘仙にどういった形になっていってほしいですか。ちょっといいご飯を食べるときにちょっといいワンピースを着るぐらいの感覚で、うん、みんなが銘仙来てくれたらなって思います。本当街中にね銘仙来た人が増えるといいですね。お願いします。佐伯さんも銘仙のファンになってください。はい、いや本当にもうマッスル銘仙できるって聞いたらもうこれを着るしかない。あら、あら素敵。すごく似合ってますよね。似合いますね。ありがとうございます。いつもと違う雰囲気。はい、ありがとうございます。さて緊急事態宣言で現在休館中の県立歴史と民俗の博物館の特別展銘仙ですが、ツイッターでは毎日銘仙、フェイスブックではおうちで銘仙をアップしているそうなので、現在はこちらで銘仙を楽しんでください。博物館の再開については決まり次第ホームページでお知らせいたします。なおこちらの図録とクリアファイルは休館中もホームページで販売しています。詳しくは埼玉県立歴史と民俗の博物館で検索してください。いや本当におしゃれなデザイン多いですね。またマッスル銘仙を着ている佐伯ちゃんも見たいなって思いました。見たい、はい、ありがとうございます。はい、
さあ続いてはウィークリーピックアップです。松井さん。はい、お伝えします。今年もつぼみがほころび始めました。標高497メートル、宝登山山頂にある老梅園には1万5000平方メートルの敷地におよそ3000本の老梅が植えられています。透き通るような淡い黄色い花を咲かせる老梅は、花びらがロウ細工のように美しいことからその名がついたと言われています。見ごろは今月下旬に迎え、来月下旬まで楽しむことができるそうです。可憐で暖かさを感じる宝登山のロウバイ、今玉から一足早い春をお届けしました。以上ウィークリーピックアップでした。はい、続いてのコーナーは小坂井さんです。はい、皆さん、いちごが美味しい季節になりましたよね。もう大好物です昨日も食べました。毎日食べてるっていう方も、ね、いらっしゃると思うんですけど、今回はいちご狩りや直売もできるさいたま市のあるいちご農園をご紹介します。どんな農園なんですか？はい、これ栽培をしているのが障害のある方々でして、地域に愛され支えられている大人気のいちご農園なんです。こちらをご覧ください。さいたま市桜区、のどかな田園風景の一角にあるしびらきファームいちご屋。こちらはいちご狩りと直売を行っているいちご農園で、甘くてみずみずしい採れたてのいちごを味わえるとあって、地域で大人気です。おいしそうですね。栽培するいちごは3品種、紅ほっぺと秋姫、そして埼玉県の新しい品種アマリン。色つやがよく甘みの強いアマリンはグレードの高い品種で、こちらの農園では今シーズンから栽培を始めました。孫が来るときはいつも買ってます。近くなのでとても美味しいんで、よく朝一で買いに来ます。いつもね、取りたてだからね、甘いよね。地元の地域の人もみんなね、喜んでますよね。食べたことある、美味しかった。いちご農園を運営しているのは社会福祉法人有限会しびらき。農園で働いているのは、隣接する障害者支援施設に入所や通っている知的障害のある方々です。深谷市のいちご農家から栽培の指導を受けて2017年にオープンしました。地域の方たちが気軽に足を運んでいただけるような空間として地域に開放をしています。作業している施設の利用者の方たちの姿が本当に自然な形で目に入る、まあ、そういう空間となっています。農園で働く皆さんにお話を伺いました。働いていてどうですか？いいですよ。いいですか？どんなところがいいですか？いっぱいが、皆さん、おいしいいちごを食べに来てくださいね。じゃあ新井さんと、障害のある方の特性を生かして仕事を分担するのは、施設の職員で農園長の丸山さんです。すごく人と話したいとか、そういった方は接客をしてもらったりとか、やっぱり人と話すのは苦手だけど自分の作業にすごく集中できる方なんかは、もういちごの作業、なんか細かいところをしっかりやってもらったりしてます。施設の利用者で農園のリーダー的存在の高田秀正さん。農園がオープンした当初から働き、自立した生活が送れるようになるほど熱心に仕事に取り組んでいます。やっぱりお客さんの笑顔ですね。やっぱ食べていただいて美味しかったとか、やっぱそういうふうに言われた時が一番作ってて、まあ、嬉しいっていうのが一番やっぱありますね。はいはい。農園ではいちごだけではなく、椎茸や野菜も栽培し、およそ20人が働いています。農園から車でおよそ5分の距離にあるしびらきベーカリー。こちらも施設の利用者が働く町のパン屋さんとして地域に親しまれています。お店に並ぶパンは毎日およそ60種類。
中でもこの時期人気なのは農園で採れたイチゴとクリームを挟んだイチゴホイップパンです。これはあのハウスでここのしびらきのハウスで作ってますのでその作りたてで新鮮で、甘みもあるし私も向こうもあの買わせてもらってますのでいろんな種類のパンが新製品で出るのでそれが楽しみですね。みんなって優しいんだなと思うような雰囲気がすごく出てます。一方ベーカリーの向かいにあるのが一つ一つながるカフェ。商店街の空き店舗を利用したお店で地域のコミュニティカフェとして女性客を中心に多くの人が訪れます。スタッフとして働くのは施設利用者の皆さんです。カフェでは農園で栽培した旬の野菜を入れて調理。なんといっても一押しなのが甘酸っぱく爽やかなイチゴのスムージー。もちろん農園で採れたイチゴを使っています。うわーもう見るからに美味しそう飲みたい。お食事ももちろん美味しいんですけどあのイチゴが大好きなのでイチゴスムージーは美味しそうなので食べてみようと思って来ました。はい、やっぱり美味しいですね。ここで採れたものなのでやっぱり新鮮なものを新鮮なうちに食べられるっていうことがとても美味しくいただけるんではないかと思ってます。しびらきの就労支援の取り組みはいちごなどの農産物を栽培し加工して販売する農林水産省の6次産業化福祉農園モデル事業として全国から注目されています。いつもパン美味しいよとかですね、今年のいちごどうとかですねいろいろな声をかけていただくようになりました。それが本当に今までにない、やりがい働きがいにつながっていて、支援者だけで支援をしていた頃と比べるとですね大きな変化が利用者さんに起きているのを感じています。地域の方たちの理解も深まってきたし利用者さんの新たな生きがいにもつながっていてそうした活動を通じてですね町全体が温かくなってきているなというふうに実感しているところです。地域の中で順風満帆に見えるいちご農園ですが実は2017年と2019年施設は台風による甚大な浸水被害を受けました。川の近くに立っているということもあってですね浸水被害によっていろいろなものが流れてしまいましたしあるいは故障してしまいました。ある意味では全てやり直しっていうような状況になってしまいました。その時のこう光景を目の当たりにしてですね職員も利用者さんもですね非常に落胆した姿というのが今もよく鮮明に覚えているところです。職員と施設の利用者に悲壮感と無力感が漂う中、支えたのは地域の方々でした。しびらきが大変なことになっているらしいということで、翌日からですね、本当にたくさんの人たちが駆けつけてくださいまして、復旧作業を手伝ってくださいました。本当にその時のご恩というのは、感謝してもしきれないぐらいだというふうに今も感じています。障害のある方が地域で安心して暮らし生き生きと働くそんな障害者支援の理想の姿が今少しずつ形になろうとしています。いちごというものを通じてですね地域の方たちの日常的な接点が生まれたことで私たちだけで支援をさせていただいていた頃と比べてもですねいろいろな変化がこの町に起こったしいろいろな選択肢が増えてきたなというふうに今実感しているところです。いちごを通じてまさに地域との絆が深まってきているなというふうに思いますしこの歩みをこれからもですね一歩一歩進めていって利用者さんの選択肢が一つでも増えていったらいいなというふうに感じています。被災した時に地域の方が駆けつけてくださったんですよね。それってこのなんていうんですか普段から農園とかカフェが地域全体に明るい存在だっていうことの表れだと思うんですよね。お話にもありましたけどこういちごが人と人とつなげてるっていうのはすごくなんかいい気持ちになりますよね。素敵でした。
あとあの埼玉県の新しい品種、あまりん、はいはい、ね、名前も可愛いし真っ赤だし、すごい美味しそうでした、うん、気になる方たくさんいると思うので情報をお伝えしたいと思います。しびらきファームいちご屋の直売は火曜日と木曜日で1パック500円からとなっています。ちなみにあまりんは1パック1000円とのことです。いちご狩りなどの詳しい情報はホームページ、Facebook で掲載をしています。さらにこちらの埼玉いちごクーポンブックにも情報が載っています。県内でいちご狩りができる農園やいちごを使った料理、スイーツなどが食べられるカフェが載っています。お得なクーポンもついています。一部書店や物産観光館ソピアなどで600円で販売しています。これしびらきファームさん以外にもいろいろ載ってるんですね、はい、そうなんです、ね、どこも気になる、気になりますよね、あの5月まで使えるということなのでコロナが落ち着いてから皆さんじっくり使っていただきたいと思います。今日はいちご農園の就労支援をご紹介しました。続いてはインフォメーションです。佐々木さん。はい、はじめに新型コロナウイルス感染症に関連したお知らせです。1月19日知事の定例記者会見がありました。新型コロナウイルス対応休業支援金給付金、こちらは昨年4月から9月に事業主の指示で休業したのに休業手当の支払いを受けられなかった中小企業の労働者が対象となっています。休業前の平均賃金の 80% に休業日数をかけた金額が支給されます。詳しくは休業支援金で検索してください。以上、新型コロナウイルス感染症に関連したお知らせでした。もう一つお知らせです。在宅勤務の方もご覧ください。中小企業の受注確保や販路拡大、技術力の向上などを目的に毎年開かれている国内最大級のビジネスマッチングイベント、彩の国ビジネスアリーナが今年度はオンラインで開催されています。メインの展示会場には400を超える企業や団体が出展し、自社の製品や技術を動画などで PR しています。気になる企業があればオンラインでの名刺交換や資料のダウンロードができますので、ぜひご活用ください。また動画は 2,3 分で見ることができるので、気軽に覗いて埼玉の技術力を学んでみてください。このほかコロナ禍での経営に役立つオンラインセミナーも無料で配信しています。ビジネス以外でも参考になるスマートフォン動画講座や Zoom 活用講座などもございます。ぜひご覧ください。以上、今週のインフォメーションでした。続いてはプレゼントです。さいきちゃん。はい、私が学んできた名泉にちなんだプレゼントです。亀沢屋の秩父名泉チョコレート2枚と歴史と民族の博物館特製クリアファイルとポストカードをセットにしたものと、さきこさん、はい、今日はなんかスペシャルなプレゼントあるんですよね。そうなんです、あの先日発売したばかりの私の初の写真集をプレゼントしちゃいたいと思います。豪華ですね。素晴らしい、ということで改めて今週のプレゼントは名泉にちなんだものと咲子さんの写真集をセットにして3人の方にプレゼントします。はがきに必要事項、番組のご意見ご感想をお書きの上、ご覧の宛先までお送りください。締め切りは26日火曜日です。ファックスまたは県のホームページからもご応募いただけます。たくさんのご応募お待ちしております。